すごい綺麗。電車を使って初めてチーズくんとお出かけをしたいと思います。キャリーバッグの中でもとってもお利口なチーズくん、助かる。このチャンネルでは保護犬の日常を見ていただきたいという思いで発信しています。皆さんに見ていただくことで保護犬たちのご縁がつながっています。ありがとうございます。チャンネル登録、犬友達に動画のシェアも助かります。いい場所だね。When you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. 遠くにお友達を発見。お友達も一生懸命遊びたいアピール。いいよ、行っておいで。こんにちは。お邪魔します。お互いにね、俺が強い、俺が強いって。今度は白い子だ。男の子、男の子、みんな男の子だ。こんにちは。なんか嫌がってない？大丈夫？嫌がってない？嬉しいね。嬉しい。よかった。固まってる。また男の子だ。今日男の子ばっかり。いいね、男友達いっぱいでしたね今日。ありがとうございます。でまたおしっこする。気持ちいい。こっから外の眺めもいいね。
チーズくん、お疲れ様でした。今日は東京タワーの見える公園までお出かけに行きました。スタスタたくさんよく歩いてました。電車の中ではキャリーバッグに入ってても平気だし、無駄吠えをすることもなく、おとなしくしていてくれることができたので、一緒に連れてどこへでも行けるお利口さんです。今回たくさんの男友達ができていっぱい遊べました。初めましてのワンちゃんとも上手に遊べたし、とっても友好的で明るい性格のチーズくん。サイズの大きいワンちゃんはやっぱりちょっと苦手なようで、昔当てられて痛かったとかそういう経験があるんだと思うんですけど、ちゃんと自分で考えて行動できて逆に賢いなって感心しちゃいます。遊び方上手です。ただ一つヒヤヒヤすることといえば、遊び終わった後にマーキングをしちゃうところがね、ちょっとまあ男の子ですね。今はうまくマナーベルトとか使って対策していこうかと思ってます。あと前回チーズくん歯磨きをしたんですけれども、歯茎の方は無事腫れが収まってきていい感じになっております。合わせて歯磨きの反響が大きくて、改めて皆さん歯磨きに対してお困りなのかなっていうふうに感じました。なかなか歯磨きをきちんと教えてくれるところってないのが現状なんですよね。だって未だにトリマーさんの学校、獣医さんの学校教えてもらえないんです。カリキュラムにないんですよね。なので待っていても残念ながら情報って入ってこないんですよね。間違った商品を手に取ったり、間違ったやり方をして歯磨き依頼にしてしまったり、歯周病で手遅れになってしまってから病院に行ったりとか、そういうことのないよう後悔しないようにぜひ一緒に学びましょう。病院代や治療時間を減らしちゃいましょう。ただいくら私が歯のマニアでも、愛犬を守れるのは飼い主さん、あなたしかいないんです。概要欄から講座案内受け取ってくださいね。いつも皆さんから私応援していただき、このチャンネルが続いてます。とってもありがたいです。私も得意な歯のことで皆さんの愛犬を守りたい、応援したいと思ってます。最後までご視聴ありがとうございました。引き続きチーズくん見守っていただけると嬉しいです。ではお助けドッグトリマーのゆうでした。またねー。